ジャン君、あ、じゃなかった。ポンちゃん、ご飯美味しかった？美味しかったね。何に乗っているのかな？電子レンジ、オーブンレンジのパンフレットです。松潤の上に座っています。うん、まだ国からの給付金は出ていませんが、先に買っちゃいます。ちゃんと給付してね。うちだけ、あ、やっぱ君んとこなしよっていうことにならないようにね。ご近所の電気屋さん、少し喜んでくれたかな？そうね。はい。ということで、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃんは、あら、ポンちゃん。がおねだりして、ちょっと食べた。フリーズドライのささみのおやつを食べたので、うん、なんかお腹空いちゃったのかな？それ食べたから。カリカリ引き金になっちゃった。うん、はい。カリカリ美味しかったな。ジャン君もね。ジャン君。ジャン君。ジャン君さっきまでさっきまでめちゃめちゃ甘えん坊さんだったのね、ジャン君ね。ジャン君、ちょっと離れると泣くっていうね。ジャン君おいで。ペタってくっついてなでなでしてないと泣くっていう甘えん坊さんになってたよね。ポンちゃん、ああポンちゃんはこのアングルだとピントが合わないんだよね。ポンちゃん、はい。かっこいいね、ポンちゃん。ポンちゃんはかっこいいよね。ああ、ピントが外れる。ポンちゃんは黒くて毛が綺麗でかっこいいです。はい。ポンちゃんかっこいいです。今日は今撮っているのは夜です。さあ、新しいオーブンレンジで何か作って食べようぜ。そうだね。何しようかね。冷凍食品をチンしようか。え？へへへ、そのぐらいしか思いつきませんという夜でした。